石垣島海岸沿い隠れ遊歩道シリーズも最終回。竹富島がもう目の前に見えるのですが、まさかここから水道を引いてる？この辺りはいわゆるリゾートホテルが2軒ほど立ち並ぶエリア。海が近いのに敷地内にプールもあるという贅沢なホテル。まあリゾートホテルのほとんどはそういう造りですか。ここもなんとか自転車が1台ギリギリ通り抜けられる関門を突破しました。今日の天気予報は雨だったのですが、雨はなんとか降らずに曇り空、たまに太陽が出てきて焦ります。この辺りはかなり細い道が続きますので注意。ここも例によって車止めの脇をすり抜けます。今日は干潮のようで広い磯が広がりますが、満潮の時はこの堤防ギリギリまで海が来ます。このサイクリングコースもこの辺りで折り返し、正面には以前動画でも紹介した観音崎灯台が見えてきます。観音道線を市街地の方に戻る際もいろいろなスポットが見えます。ここも以前動画で紹介した東神バカ。ここはお正月に初詣に行った布崎観音堂。これがあるがために歩道をねじ曲げざるを得なかった巨大なガジュマルの木。誰か偉い人のお墓。左のあの山がなんとなく好きです。あと言い忘れてましたが、この辺りはいろいろな貝塚が発掘されたということで有名です。本当に有名かどうかは知らんけど、坂那公園を左に見ながら爆走中。最初に渡ったアラピケ橋に戻ってきました。チャンネル登録もよろしくお願いします。